はいそれでは本日は2級は販売士2級平成30年第81回4の5番マーケティングプロダクトライフサイクルについて解説していきたいと思います問題は番組タイトル下の説明欄に記載されておりますのでそちらからご覧ください次のアーカラオは商品のライフサイクルについて述べている正しいものには1を誤っているものには2を回答用紙を所定欄にマークしなさいという問題ですまず問題,問題に入る前にこのプロダクトライフサイクルというものを、えー、説明していきたいと思います このプロダクトライフサイクルというものは何かというと、商品が市場に投入されてからですね、売上が伸び、その後競争などで衰退していく大きな流れを言うという流れになります。主に問われてくるのはこの4段階、導入期、成長期、成熟期、そして衰退期ですね。開発期はあまり出てこないですね。なのでこのように市場に導入されてから成長を迎え、そして成熟を迎えて死んでいくというか、その終わっていくのを表しているサイクルになります。 で、まずですね、この導入期なんですけども、まあ、発売されたばかりで消費者の認知度が低く売り上げも低いというのが、えー、特徴になります、まあ。スキミングプライスといって、導入期には、えー、最初にわざと高く設定して高収入、高収入力を確保する価格設定のこと、スキミングプライスが、えー、採用されることがあります。なので、最初高くわざと売っといて、後から値段が下がってどんどんスチームグが上がってきたら、 その値段ででもどんどんん利益が上げれれるよよううになりますすという流れですね。まあ、このような導入期に関してはあまり知られていないので、ポップ広告や、えー、ポップや広告などで販売の促進活動を行うというのが、まあ、原則になってきます。そして次に成長期ですね。どん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 、えー、高まっていくときになんですけども、こちらに関しては、えー、認知度が向上して売り上げが伸びます。まあ、類似品も他社のメーカーが出し始めるという流れになります。まあ、欠品による販売機会ロスを防ぐ、そしてあとは仕入れの強化を行っていかなければいけないという流れですね。 そして次に、この成熟期ですね。この MAX までいったところなんですけども、この成熟期に関しては魅力がどんどん薄れていきます。た類似品にシェアを奪われたり、売上が頭打ちになってくるという特徴があります。まあ、この時にですね、値引きを行ったり、景品付きの販売でま差別化を図って、売上を維持することが重要になってきます。なので、この成長期に関しては、どん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 ここ最後の方衰退していくので、こ,っちまあ、この対策を行っていくという流れになります。そして最後に衰退期ですね。このもう 終わっていく部分なんですけども、こちらに関しては、ピークが過ぎ、売り上げが落ち込んでいきます、そしてシェアが奪われ始めます、まあ、商品の撤退、あとは在庫処分をするなど、えー、ファッション商品に関してはもう返品を行ってくるという、えー、特徴が出てきます。なので、基本的には撤退、在庫処分をすることが、えー、非常に重要になりますので、この衰退期に関しては早く在庫処分していって、少しでも、えー、粗利益を確保するようにするというのが、この衰退期の、まあ、値下げ、在庫処分の仕方になるので、こちらも覚えていただければと思います。 以上のことを踏まえて今回の問題に入ります。あ、ライフサイクルは商品の生産から市場に消えていくまでの4つの段階を表している。この問題は間違っています。ちょっとこの問題は難しいんですけども、えー、商品の生産からではなく、市場に投入されてからですね、販売されてから売り上げが伸びるというのがプロダクトライフサイクルの、えーえー、ライフサイクルになるということですね。商品が生産してから,生産してからではなくて市場に、市場に投入されて市場から消えていくことを、えー、ライフサイクルという流れになりますので。 1>, 2番に1番に関しては間違っています。それでは2番、い、e。商品の衰退,衰退期に小売業の取るべき対応は値引きによる在庫処分などを早期に実施することである。この問題は正解です。このように衰退していくときに関しては、商品の撤退であったり、あとは在庫処分をすることが、えー、必要不可欠になります。なのでこの問題に関しては正解です。それでは3番、う。衰退期は販売額がピークに達する。この問題は間違っています。これはですね、えー、ピークに達する。 ことに関しては基本的には成熟期とか成長期が主に一番ライフサイクルとしては高くなってくるという流れになります。なのでこの水退期に関しては市場にシェアを奪われていくのでこの3番に関しては誤っているという流れになります。そして4番、導入期には生産コストの大きさに比べ販売数が少ないためスキミングプライスが採用されることが多い。この問題は正解です。 導,導入期に関しては最初に、えー、高,高収入力、収益力を確保するためにこのス,スキミングプライスというものが導入されるのでこちらは正解になりますこのスキミングプライスという意味を覚えていただければ、まあ、解ける問題になりますそれでは4番、あ5番成長期は商品の認知度が高まり販売数量が拡大していくので単位当たりの利益が増加する、えー、この問題は正解ですこの、えー、成長期に関してはどん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  知名度が上がっていってどんどん売り上げが伸びていく時期になります。なので販売数量を拡大して単位たりの利益が増加するので、えこの O に関しては正解となります。以上のことから今回は、あと U が2番間違っていて EAO が正解となります。